こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2019年の4月18日です。エイダコインの値段は 9.189 円になってます。少し下がってますね。はい。日足チャートを確認します。上がって冷えつけて保ち合って、ずっと 9.3 円ぐらいで保ち合ってましたけども、そこから少し落ち気味ですね。 9.19 円となってます。はい、4時間足です。4時間足も下げトレンドでしたけども、そうですね、9円をつけてからなかなか下に行かずに、ちょっと横ばいか上に来てる感じがしないでもないですね。はい。マーケットキャップ見てみます。マーケットキャップですけども、仮想通貨上位、ビットコインから始まってイーサリアム、リップルと来てまして、カルダノは10位ですね。はい。ちょっとまだ下がったまんまです。そうですね。はい。一度下がって、まあ、どれも同じように一度下がってから、あんまり上がってないですね。ビットコインキャッシュだけ少し上がってるという感じでしょうか。そうですね。少し、SV の、ビットコイン SV の、あれですね。なんだ、取引所からどんどん削除されていってしまうというのがこちらに聞いてきてるんじゃないでしょうか。はい。今日の、そうですね、ちょっとツイートを見てみますと、今日気がついたのは、この方ですね。はい。韓国にいるときにカルダノから声がかかり、メタップスエイダカードを使ってみたのですが、とても便利でした。決済時間がとても早く、そしてメタプスエイダカードの利用店舗は3万店舗にも及びますということで、この方が、仮想通貨だけで世界を旅するということで、すごいですね。はい。エイダコインは、だいぶ使われてきているそうです。私も使ったことないですが、早く使ってみたいと思います。はい。今日の値段ですね。確認します。14,012.9。×9.18 から10万います。28,638円の、含み益ということですね。はい。28.6%、はい、値上がりしております。はい。今日は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。